松代に生きた中級武士の暮らし、森山珠樹。今日は、事務局長の馬場さんに武士の暮らしについて伺います。はい、ここ前島家はですね、ちょうど敷地が当時は700坪ほどありました。今はその半分もありませんけれども、ここに今池があります。ここには今鯉が入っているのを飼っております。それから、後ろはですね、全部畑になっておりますので、その辺を使って、石高が300石から、途中で200石に削られましてね、200石といえば中級武士のかなり上の方だと思います。今この建物はですね、257年前に作られた建物で、大変の市の方で立派に復元していただきまして、今当初は横浜の方におりますけれども、市の方に寄付されたものですから、我々が今、前島邸を守る会というところで管理をしております。資料もたくさんあるようです。また拝見したいものです。ありがとうございました。はい。